書記官の仕事はとても簡単だ。だからこそこの職位にいる。お嬢様、冒険の計画はまだまだでいらっしゃいますか？近頃はごちゃごちゃした申請が多いな。全て却下しておくとし。お嬢様、冒険の計画はまだ覚えていらっしゃいますか？スメールの特産はまだまだあるわ。もっと買いたいの。お嬢様、勉学に励んでも頭が良くなるとは限らない。教練院にいる者たちを見ればわかることだが。なんでうまくいかないんだ。全く意味がわからない。書記官の仕事はとても簡単だ。だからこそこの職位にいる。Thank you.
勉学に励んでも頭が良くなるとは限らない。条例院にいる者たちを見れば分かることだが、書記官の仕事はとても簡単だ。だからこそこの職位にいる。
賭けをしよう。近頃はごちゃごちゃした申請が多いな。すべて却下しておくとしよう。
私と深淵を目指せ。ようこそ冒険者協会へ。星と深淵、無事今日の依頼を達成しましたね。ありがとうございます。これが報酬です。
もいいのよ。戦いがあった。霹靂先陣、偶然の出会いには趣がある。花と酒を手に景色を堪能しようとしたが、あの頃とはもう違う。悠々とまた。
旅はいつか終わりを迎える。慌てる必要はない。花と酒を手に景色を堪能しようとしたが、あの頃とはもう違う。悠々とまた花と酒を手に景色を堪能しようとしたが、あの頃とはもう違う。悠々とまた Thank you.
花と酒を手に景色を堪能しようとしたが、あの頃とはもう違う。旧友とまた。流通のために作られた船は港に泊まる。だからリーウェはあらゆる富が沈着する場所だ。
知恵の宝物、実に貴重だ。愛を得る方法あり。急がなくてもいいのよ。
然の出会いには趣がある。次はどこに行くんだ？リーユへの名所を巡りたいなら、いい案がいくつかあるぞ。花と酒を手に景色を堪能しようとしたが、あの頃とはもう違う。悠々とまた。旅はいつか終わりを迎える。慌てる必要はない。言葉なき手がかり。
戦。勉学に励んでも頭が良くなるとは限らない。教練院にいる者たちを見れば分かることだが、
てのごとく。はあ、
悪くない芽が出たわ。今日も引き続きサボりましょう。調子が良くなってから仕事を一気に終わらせるわよ。宝箱もジャオ穴からおびき出すことができるのね。資材に言葉なき手がかり。
命の恵みであるな。こいつはどうだ。かかれ、痛がっちゃうね。急がなくてもいいのよ。財を得る方法あり。のごとく
命の恵みであるな。Thank you.
天地の恵みであるな。仕上がる。行こう。あっぱれでござるな。
雨降る風の中、ふるさとを思う。拙者と故郷のつながりはもうこの刀のみでござる。寝れるかも。よっ。
なんかよりお昼寝だ。いつになったら背が伸びるんだ。仕事なんかよりお昼寝だ。
地の恵みであるな。天地の恵みであるな。すまない。